景気のね、低迷というのがですね、いろいろ世相にですね、反映してきてね、人々の生活もひでえことになってるということで、いろんなですね、街角経済的なですね、断片情報いっぱい出てるんで、ちょっとこれまとめたいんですけど、まずね、テレ東ビズでね、こんなのあったんですよ。中国銀行員、言及もやむなし、中国経済復調は本物かということで、日経プラス9のね、クリップ動画なんですけど、3月期のね、GDP が予想より良かったんで、チャイナ経済底入れしたんじゃないかみたいなね、楽観論が出てるんですけど、本当にそうなのということでですね、超優勝さんというですね、日経新聞のシニアライターの方がですね、いろいろと現地の情報を出してるんですね。で、すごい象徴的になったのはですね、中国人の友達とね、WeChat かなんかでやり取りしたらしいんですけれども、なんか給料の話なんですね。その銀行員の人なんですけれども、収入は他の業種より高いんでしょうと言うとですね、いや、こんなに忙しいのに、上海離島発展銀行、地銀ですね、行員も派遣も軒並み減給よと。私も減給になったというふうに言ってるんですね。最初は月あたり3000元下げると言ってきて、で、3回交渉してですね、最後は1000元減給よと。日本円で21,300円ぐらいの減給になったよと。おーみたいな。なんかそういう会話なんですけど、この、減給されたというですね、B さんという方の月収はですね、大体日本円で25万から28万円なんですよ。なので、21,300円ってことはですね、1割はいかないですけれどもね、8% ぐらい減給なんで、結構これ、痛いんじゃないかなと思うんですが、こういうことがですね、チャイナで起こっているというふうに、張さんは言っていると。さらにですね、下がらないと思われていた、上海の不動産もですね、下がり始めているということで、友達のマンションらしいんですけどね、上海の近郊、駅地下、都心まで8駅の6階建てマンション。そこをですね、60平米ぐらいしかないらしいんですけどね。なんと5,900万もしたんだって。1年前ね。もう不動産バブル崩壊した後ですよね、1年前だとね。安くなったと思って、5,900 万で買ったら、現在ですね、これがですね、5,440 万ということで、500万ぐらい。約1割弱ですね。これも値下がりしちゃったということで、と、上海ですらそうなのみたいな話になってるわけですよ。これまさにね、バブルの最末期に家買った俺と同じパターンですね。もう下げ止まったと思ったら、そっから本格的にもっと下がるみたいなね、感じなんですけれども、結構ね、ひどい目に遭われてる方が多いのかなと。不動産バブルね、崩壊かなり厳しいですから、これがね、ある種の、逆資産交換みたいになってるっていうね、話しましたけど、貯金の代わりに不動産みたいにやってたのが、その不動産の評価額下がってですね、なんか貧乏になったような気がすると思って、支出をどんどん抑えると。支出を抑えるので安いものが売れるということで、以前紹介したね、貧乏人セットってやつなんですけど、またですね、なんかニュースになってたんですよ。これ多分共同通信だと思うんですけど、西日本新聞に転載されてました。これ、時間差で転載されたのかもしれないですけどね。不景気長引く中国で貧乏セット人気、高級志向一点、コスパ重視にというね、このね、記事なんですけれども、北京の中心部で食べ放題30元、650円程度のレストランに行列ができ、貧乏セットと呼ばれる格安メニューが人気を博していると。これは、米村ハンハンというところらしいんですね。チェーン店らしいんですけれども、20人くらいが行列を作ってですね、石焼きビビンバやキムチ鍋、なぜか韓国料理なんですけど、これが食べ放題と。30元前後で満腹になると。ビビンバを注文した男性は、美味しくて健康的でコスパもいいと満足げだったと。このチェーン店はですね、10年前に創業したんですが、今ではですね、チャイナ全土で1000店舗もあるらしいんですよ。もう大流行りということで、これやばいですね。で、さらにね、マクドナルドもね、日本でほら、マクドナルドでデフレセット売ってたでしょ。今、チャイナがね、マクドナルド、デフレセットめっちゃ売ってるらしいです。ダブルチーズバーガーやポテト、アイスクリームなど2品から選べる、1+1 お得セットというのが人気と。これ300円だそうですね。日発セットとかありましたよ、日本でもね。日発セット最大ですよ、チャイナでね。ダブルチーズバーガー単品でですね、470円なんで、この300円セットで取ったお得だということで、今 SNS でもですね、昔はね、高級外食投稿する人が多かったらしいんですけれども、コスパ自慢の投稿が今流行ってると。貧乏セットってタグ入れてですね、コスパ自慢する投稿が流行ってるらしくて、これはちょっとまずいね。世相的にもうデフレまっしぐらっていう感じになってきたかなと。そんな感じです。ということで、不動産不況がですね、本当にその給料直撃。で、不動産価格も直撃してる上に、人々の生活もですね、デフレシフト、デフレ最適化ですよね。こういう方向に行ってるんじゃないかと。で、そんな中でですね、煽りをまた食ってですね、香港の話題、これ今日ね、日経新聞に出てたんですけれども、すごいね、これ。香港のオフィス、不況底なし、国際都市に空洞化の足音ということで、香港のオフィスがね、やばいらしいです。底の見えない苦境に陥ってるということで。私2019年にね、コロナ前ですけどね、香港行ったんですよ。アートバズルって見にね、現代アートのね、展覧会というかね、展示即売会みたいなやつですけどね、見に行ったんですけど、その時はね、もうね、家賃上がりすぎちゃってね、家賃払えないテナントは出てけみたいな結構強気な感じだったんですけど、全然今そんな感じじゃないと。中国景気の停滞で、事前に仕込んだ物件の大量供給が裏目に出つつあると。さらにですね、国家安全条例の施行でですね、外国企業の流出懸念も高まって、国際金融都市の空洞化に繋がっているということです。アメリカのですね、不動産会社のですね、クシュマン&ウェイクフィールドっていうところが発表したですね、空室率、今年の1、3月期ね、香港の空室率はですね、19.6% ということで、前四半期から 0.8% 上昇と。業界関係者は経験したことのない不況だということで。これちょっとシャレになってないですよね。私今から20年近く前にね、まあ前にほら、大谷さんの動画で解説しましたけど、プライベートバンクのね、アカウントを開くにあたって、スイス、シンガポール、香港、どこに口座を置きますかっていうのを言われたんですね。それはまあちょっと大きいプライベートバンクの支店というかまあスイス本店なんですけど、スイスとシンガポールと香港、どこにでも口座は開けますと。で、アドバイザーはまあ香港にいますけど、口座は違うところ置けますと。で、香港は一番手数料安いですと。スイスは手数料高いです。で、シンガポールその間ぐらい。ただ、香港はチャイナというリスクがありますと。20年前に聞いて、これやべえなと思ってシンガポールにしといたんですよ。今思えばですね、正解でしたね。こんな形で健全化するとは思わなかったんですけど、この国家安全条例とか見て、うわ、怖とね。自分のお金置いてある場所行けないっていうのは本当恐ろしいんでね。いやー、香港にしなくてよかったなと今思ってますけれども、やっぱりね、この原因はですね、チャイナ本土の経済の失速、それから海外マネーがね、まあ、離れていくっていうことがまあ原因と。まあ、要は、内需も外需も両方ダメというですね、いつもこのね、ガチカウントダウンでやってるお話ですよね。これがまあ、香港の悪いパターンですよね。まあ、これハマってしまってですね、オフィスがもうひどいことになっているということです。あとね、株式市場もね、かなりいまいちらしいですね。新規株式公開がですね、なんかあんま調子良くないらしいんですね。香港は2010年代はですね、5回も IPO の達成額で世界トップとなったらしいんですが、今は全然ダメらしいです。チャイナ本土へのね、マネーの玄関口が香港なんですけど、マネー行かないですから今ね。向こうから戻るのばっかですから、そんなのも含めてですね、まあ非常に厳しいと。経済状況はね、短期で激変しているということですので、いや、恐ろしいですね。不動産ってだったら、まあこういう形でですね、崩れ始めたら早いんですよね。だから上海の駅地下中心部まで6駅ぐらいの物件でも値下がりしてるっていうのも、なんとなくわかるかなみたいなね。まあそんな感じです。で、そんな中ですね、チャイナのね、本土の方ですけど、今度は、若年失業率ね、高止まりしてると。いうニュースです。若年失業率といえばね、カウントする基準をね、集計基準を変えて発表してるってことなんですけど、集計基準変えたのにもかかわらず高止まりしていると。これ日経新聞の記事ですけど、中国3月の若年失業率 15.3%、内需不足で高止まりと。いうことで、2月から横ばいして高止まりと、これ微妙に上がってるっていう話もあるんですけどね。全体の失業率が 5.2%。で、それに対して、若年失業率 15.3 ですから約3倍ですよね。非常にまあ、若者就職難のですね、深刻な状況続いてると。まあ、これは典型的なデフレですよね。雇い止めってやつです。ちょうど私の後輩世代、私の2個下ぐらいからかな。1個下はまだ半分ぐらいになったんで、まだあったんですけど、就職。その下もっと大変な世代でね。そっから先は、まあ、今だから50歳前半ぐらいからね、40代後半ぐらいの人が社会に出るときって一番大変だったと思うんですけども、もろ氷河期なんで。まあ、チャイナも同じような氷河期ですね。凍結してると。就職戦線がね。まあ、そんな感じになってるということです。2022年時点のですね、OECD の平均の若年失業率っていうのは大体 10% ぐらいらしいんですけれども、これのだからまあ 1.5 倍ぐらいいってるということで、AFP 通信がですね、結構厳しい記事をこれに書いてまして、中国3月の若者の失業率わずかに上昇という記事ですね。15.3% と2月とほぼ同水準だったが、これらの統計には学校や大学に通う在校生は含まれていないと。さらにですね、都市部のですね、第一四半期の平均失業率 5.2% となり、前年同期からまあ 0.3% 低下してるんだけれども、どうなのと。結構厳しいねと。まあこんな状況ですのでね、なかなか就職がね、ままならないと結婚もできないと。で、これ東アジアの呪いですよ。結婚できないと子供が増えない。子供増えないから少子高齢化ということで、まあチャイナものすごい勢いで今、まあ、少子高齢化ね、進んでますけれども、まあますますこれ拍車をかけると。まあ本当に長期的にね、まあ国力が衰退していくのではないかと言われてるんですが、まあ経済はね、人口だけじゃないですからね。人口減ったからデフレになったとか言ったらね、変なおじさんいましたけど、日本でもね。まあ完全に外れましたよね。今日本インフレになっちゃいましたからね。なんですけど、チャイナはですね、まあ人口減少というよりはですね、やっぱ不動産バブルの崩壊ですよね。これしっかり処理しない、この状態ね。で、さらに処理した上で金融緩和と。だからまあ原安をですね、我慢しなきゃいけないんですよ。だから二重苦なんですよね、そういう意味ではね。まず不良債権処理ってことで結構なストレスかかるでしょ。で、その上で金融緩和しなきゃダメだから、日本みたいに。そうするとね、ものすごい円安になります。まあ今日本はね、もう最後の最後でものすごい円安になってますけれども、金融緩和終わりそうなのにね、ちょっと相場は変な感じになってますけれども、チャイナもまあそういうことですよね。だから円安になると、まあインフレ懸念、まあいきなりでもデフレからインフレにならないんですけど、なんか嫌なんでしょうね、その元が安くなるのはね。チャイナの共産党の上層部っていうのは基本的に財務審理教なんで、元は高ければ高いほどいいと。まあ日本のサンデーモーニング出てるおじいちゃんみたいなこと言ってますので、同じ連中ですから、基本的には頭の中で。まあちょっとこれは厳しいかなというふうに思います。デフレと原安の件なんですけどね。チャイナの人民銀行総裁はですね、原安とデフレリスク重視しないと、強い経済に言及ということでですね、韓光昇総裁ですね。で、人民銀行。まあ、チャイナの中央銀行ですけれども、デフレと人民元下落のリスクを重視しないと。デフレになってもいいって思ってるんですかね。よくわかんないですけどね。力強いスタートを切ったんだなんてことを言ったらしいんですけれども、声明でですね、この幸先の良いスタートは、年間の経済社会発展の目標を達成する上で、強固な基盤を築いた。人民元のレートについてはですね、適用可能で、均衡の取れた水準で基本的に安定している。消費者物価はおおむね安定しているっていうふうに言ったらしいんですけど、いや、これ安定してるってこの言い方ね。デフレでもブレなかったら安定っていうのはさ、これ日銀ですよ。悪い方のね。それこそ白川時代ね。白い日銀ですよ。デフレでも安定してればいいんだ、みたいな。そうなのと。銀行さえ潰れなければ、ね、デフレでも安定してていいんだ、物価は。いうことにならないと思うんですけどね。で、さらに為替レートもですね、基本的に安定してると。まあ今ちょっと無理やりね、人民元暴落しないようにしてるので、やや引き締め気味になってるんですけど、デフレを恐れないっていうことは、そのデフレに対応しないということですかね。でもデフレに対応しないってことは人民元安にはならないので、どっちかっていうとね、なんかこいつ矛盾したことって分かってんのかなみたいな。一番その不安を感じるんですけど、大丈夫なんでしょうかね、この人ね。やばいなと思うんですけれども、まあそんな中ですね、ロイターがですね、また面白い記事出してるんで、中国経済2つの側面、好調な GDP の裏に不動産危機や低インフレということで、まあそのものズバリですよね。1、3月期ちょっと良くなったように見えるけれども、まあ、根本的な問題解決してないんじゃないかと、いうことでね、最近の経済指標は今後さらに不安定な状況が続くことを示唆しているというふうに言ってます。で、一つはですね、消費者物価指数ね、やっぱこれもうデフレになりそうだと。で、さらに、まあ、格付け会社ね、フィッチがムーディーズに続いて、ソブレン格付け見直しをしましたと。あとはその不動産の件ね、全然処理進めないと。まだまだこう、ちょっと長期的にね、このまあ、チャイナ経済、これで底打ちとは見えないんじゃないかなと思うんですけどね。まあいろいろ世の中のね、端々に出ているこうね、現地の方のこの証言とですね、マクロデータね、そこからまあ導かれる、経済学の知見によって導かれる結論が一致してますんで、まあこれ日本の二の舞かなという感じですね。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方お願いします。最後にね、私のこと特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー！